こんにちは。札幌占い美容室葉山貸の後藤です。毛髪を半分に割った模型で4結合を自分なりにイメージしてみました。動画内容はあくまでも自分の主観であり、事実無根であります。セロハンテープを使い、ヘアマニキュアや塩基性カラーのイオン結合による染料吸着をイメージしてみました。最近はアルコール溶剤を配合し、浸透効果を高めて毛髪内部まで浸透させる商品が多いみたいです。このようにコーティングをすることでツヤツヤの髪が出来上がりです。イオン結合が剥がれていくのと同時に一部のキューティクルが剥がれ落ちていきます。セロハンテープについているのはそのキューティクルの一部です。アルコール溶剤を使ったヘアマニキュアや塩基性カラーは毛髪内部まで浸透し、キューティクルの弁の締まりを悪くします。毛羽立ったキューティクルが手触りの悪さを感じさせます。キューティクルが剥がれ落ちたのが分かります。毛髪に残留する皮膜成分を絵の具を使ってイメージしてみました。葉山貸でも使っている皮膜成分に有効のドエッシャンプーで洗ってみました。模型が紙粘土のため絵の具で染まってしまいました。実際の毛髪とは異なります。実際の毛髪とは異なるものの、キューティクルの溝に多くたまりやすいのが分かります。これがパーマのかかりを悪くしたり、手触りの悪さを作ったりする原因になります。最後まで見ていただいてありがとうございます。札幌占い美容室葉山貸の後藤でした。